いっぱい。今日最初の奪三振は5番に座る上川畑から、ワンアウトからツーアウトに変わります。角度がついていました。今の UFO、これが佐々木朗希のカウント。そして落として三振。木村にホームランこそ先頭打者で許しましたが、その後ヒットを打たれるも三振2つで切り抜けました。1回の表ピッチャー大ショート、ここは茶谷、一塁悠々アウト。石井から三振を奪った。ワンバウンドのフォークもありますが、ここもフォークで三振、3つ目。例の今日もボードが踊ります。そういうことなんですね、はい。さあこの人も思い切りのいい佐藤ですが、安田の前へ、スリーアウト。佐々木朗希も三者凡退でお返しです。1対0とファイターズリード。2回の裏に向かって、はい、同期コンビ落として三振。先ほどホームランを打たれた木村からは三振。相手はね、やっぱりもう、おお、そしてライトへライナー性は初球で157キロライトフライでした。ですよね。うまくバットのヘッドで、ここはしかしショートゴロ。高い送球もアウトです。じゃなくてね、はい、ストレート三球三振。リーディングヒッター松本剛から佐々木朗希、今日5つ目の奪三振毎回です。あの佐々木朗希投手のフォークも本当にその状況に応じてなんですが、で2試合連続、ここは一塁にボールを送ります。当たりが弱かったために、はい、同じボール一塁の上、この辺りはさすがのグラブさばき。スリーアウト、二塁残塁です。空振り三振、三球勝負でした。ホームランの後は連続三振。佐々木朗希の毎回奪三振継続中です。入ってますよね。ストレートで来た、ピッチャーのグラブ収まりました。ナイスフィールディング。丁寧に一塁へ送っています。清宮を打ち取って二塁残塁。ファイターズは得点ありません。5回の表終わっています。1対0、マリーンファイターズがリードしています。